BTV 株式会社は宮崎県都の城市に本社があるケーブルテレビ局である。BTV ケーブルテレビと表記されることが多い。2016年6月までの旧社名は BTV ケーブルテレビ株式会社であった。また2018年7月には関連会社だった株式会社シティ FM 都の城を九州合併しコミュニティ放送事業。 放送免許、特定地上機関放送事業者の資格を継承している。BTV ケーブルテレビが所有し、BTV 本社とシティ FM 途上が置かれている、都の城 IT 産業ビル。手前のビルには、シティ FM 都の城のサテライトスタジオもある。当初は、都の城市における都市型ケーブルテレビ事業を行うために作られ、後に、日南市エリアを拡大。純粋に、 宮崎県の CATV 局であった。その後、鹿児島ケーブルテレビ放送が破綻にし、これを引き継いだことにより、エリアを鹿児島県へ拡大。南九州有数の CATV 局に成長した。しかしそのため、デジタル化における区域外再放送では、国の政策と両県の地元民放の思惑に左右され、 宮崎県内で一部鹿児島局の再送信を断念、せざるを得ないなどの影響を受けた。逆に、鹿児島県側でありながら、BTV 宮古の上局のエリア内となっている、そうした金部町では、2021年3月1日より、宮崎放送と、テレビ宮崎の区域外再放送が開始された。 テレビ完全デジタル化後も視聴者保護のためアナログ、他チャンネルサービスを既契約者限定で続けていたものの、これも国の政策により2013年1月で打ち切ることが発表されている。なお、デジタル化後に開局した西諸、渋資料局は、最初から、デジタルサービスのみである。地方公共団体地元企業地上デジタル放送は、全コースで、視聴可能であるが、 当社が、宮崎、鹿児島両県にまたがって、テレビサービスを展開している関係から、曲ごとによって提供されるチャンネルに際がある。丸は、視聴可能なチャンネルであり、そのうち区域外再放送についてはで示してある。BS プラン以上で視聴できる。ベーシックコースでの視聴チャンネル。BTV 全曲にて視聴可能。各局によって視聴可能なチャンネル数が異なる。 2021年3月現在、都の城局、日南局のみで視聴可能。都の城、日南両局のみで実施。エリア内の地域では、通常のインターネットの光通信回線が来ていない地域が多いため、通信速度が比較的安定していない地域が多い。このため、パソコンユーザーなどは安定しているケーブルテレビ回線利用者が多い。 宮古野城では2012年秋から高速通信サービスを開始。BTV 独自で KDDI と業務提携関係を結んでおり、固定電話サービス、ケーブルプラス電話を提供するほか、サービスエリア全域で AU スマートバリューサービスの提供も始めている。ABBTV 株式会社第26期決算広告 BTV 株式会社ホームページ 会社概要より、AB 宝部町にお住まいのお客様へ、チャンネルスキャン方法、から BTV 株式会社新着情報2021年3月22日付、アナログチューナーホームターミナル終了のお知らせ、BTV ケーブルテレビ、2012年12月13日閲覧、鹿児島県内のエリアのみ、再送信、ABC ニュースネットワークには、 FNNNNN1 の3系列に加盟しているが、ニュース以外の一般番組供給部門については、フジテレビ系の FNS のみにしか加盟していない。日本テレビ系の番組供給系列である NNS、およびテレビ朝日系の番組供給部門であるテレビ朝日ネットワークには非加盟である。AB 宮古の上局でのみ配信を行っている。 公式サイトでは1から3まであるものの、本来は同一チャンネル帯のマルチ編成でしかないため、ここではまとめ表記とする。福岡ソフトバンクホークスオープン戦の特別番組を放送。BTV 株式会社新着情報2021年3月19日付、当該サービスエリアでアナログ SD 放送もやっていた。ありがとうございます。